35元だ。ファミリーマートで晩ご飯を買いました。カブトムシが絡んでいます。ファミリーマートです。ここはですね、ライフラインなんですね。24時間やってるみたいで、とても助かります。あれが最後のガソリンなんです。皆さんこんにちは、爆発サザエです。今日は8月27日です。マルバネクワガタとキンオニクワガタを狙ってここへ来てます。今日はファミリーマートの鶏肉おこわです。18時41分です。もうだいぶ暗いんでつけたいかなと思います。まずは30ワットでいきますかね。さすがヒット。18時43分です。今日はメタルハライドの400ワットです。19時18分です。カブトムシが飛んできました。カブトムシのメスですね。19時19分です。ホソアカのオスが飛んできました。19時20分です。サビのメスが来ました。19時23分、台湾ミヤマのオスが来ました。19時38分です。ホソアカのオスが飛んできました。19時40分です。ホソアカのオスが飛んできました。19時45分です。カブトムシのメスかなと思ったら、テナガのメスでした。19時52分です。テナガがもう一頭飛んできました。電鏡が紫になっててですね。20時34分です。HID の向きを変えたらですね、テナガがまた飛んできました。今晩3頭目ですね。4匹目のテナガが来ました。全鏡が緑のタイプですね。綺麗です。全部メスです。21時26分です。ホソアカのメスが飛んできました。21時47分です。これはダビデスのメスっぽいなぁ。眠ってるんでちょっと出してみますかね。おぉ、やりました。オスでした。素晴らしい。オス。オスが来てますから。